畜生。く教えて。俺は福岡生まれも津波育ち。博多ラーメン半端ないっていうか食べ物全体半端ない。福岡に行ってみたい。どうも、畜生です。すみません、ちょっとね、花粉症がひどくてね、薬飲んでも全然効かないですね。 どうしたもんかなと。病院行かないといけないかな。まあ皆さんもね、あの、日本に来て、えぇ、ー、花粉症になるっていうこと可能性もありますから、まあ気をつけようもないんですが、まああの、どうですかね、まあ栄養をしっかりとってね、まあ免疫を常にこう、まあ、新鮮な空気を吸うっていうのがいいかもしれませんね。その、やっぱ東京、 に特に住んでるとね、あのー、空気はやっぱりあまりよろしくないですから、あのー、自然な空気をね、たくさんするってことが一番いいんじゃないかなと僕は思います。はい、それでは今日は N3 の読解をやっていきたいなと思います。はい、それでは早速いきましょう。Let's get s t a r t 2 0 1 1年現在、 日本の人口1億2780万人のうち65歳以上の高齢者2975万人で過去最高になったまた65歳以上の高齢者がいる家庭のうち約25%が1人暮らしの家庭約30%が夫婦のみの家庭で1人または夫婦のみで暮らす高齢者が年々増加しているそうした状況の中で利用者が増えているのは配食サービスだ配食サービスとは栄養バランスの良い 食事を定期的に届けるサービスで1食400円ぐらいで,で利用できる配食サービスの主な目的は2つある1つ目は栄養バランスを一番に考えた食事を届けることによって利用者の健康維持に役立つことだその栄養バランスの良さが注目され最近では高齢者ばかりでなく若い人の利用も増えているそうだ特に子供を産んだ直後の女性や健康には気をつけていても忙しすぎる人などを利用が利用しているという2つ目は 食事を届けるときにおかわりありませんかなどと聞くことによって利用者の健康状態を確認したり社会的孤立を防いだりすることだ実際に配食サービスの効果を調べた調査によると定期的に人が来てくれると急に倒れても早く対応してもらえるという安心感がある人と話す機会が増えたなどとなどの回答が多かったという配食サービスを行う企業や団体が増え 利用者は自分に合った食事の味や費用、配食の回数などをが選びやすくなっている。今後利用者はますます増えているだろう。はい。ではちょっと難しい言葉を、えー、説明していきたいと思います。えー、1行目、高齢者。まあ、これはお年寄り。まあ、いわゆるその65歳以上の方ですね。それ高齢者と言いますね。えー、次、えー、上から1、2、3、4行目、配食サービス。 配食サービスっていうのは、その、食べ物を、家庭に、その出来上がった食べ物を届けるサービスのこと、配食サービスと言いますね。えー、で、次が、あ1、2、3段落目の1行目、健康維持。維持っていうのは、まあ、キープすることですね。健康をキープすること、健康維持と言いますね。 えー、その下3行3段落目の3行目直後まあこれはその後何かが起こった後のことを直後と言いますね、えー、次4段落目の2行目社会的孤立、まあ、孤立っていうのはその一人になってしまってまあ他の誰とも交わらなくなること寂しくなること孤立すると言いますね で、同じようで、効果。まあ、効果というのは、その、何か、その、例えば、薬を飲んでね、ちゃんと効いたとかね。ちょ、私、全然効かないんですけどね、コア踏んでね。まあ、そういうのを効果と言いますね。その下で、定期的。ま、あ、これは、あの、一定の時間にというかね、ある、その、リズムで、 あの何かをするっていうことなんですけど、まあ、例えば毎週日曜日野球をするとかねこれ定期的ですねちゃんと決まった日に決まった時期にやるということですねえー、あと同じようで「急に」これはまあ予期せずというかね予想せずに倒れた急に倒れた、ね、誰も予想していなかったことを「急に」と言いますね えー、そんなもんかな。はい。ではちょっと問題を見ていきたいと思います。34番。そうした状況とはどのような状況か。1番からちょっと見ていきたいと思うんですけど。えー、65歳以上の高齢者が増え、日本の人口の約3分の1になった。3分の1にはなっていませんね。 で、2番。人口に占める65歳以上の高齢者の割合が日本が世界で一番高くなった。世界一とは、書いてないですね。世界一とはこの文では書いてませんね。3番。一人暮らしをしている人のうち4人に1人が65歳以上の高齢者だ。65歳以上の人の中で、4分の1ですから、 一人暮らしをしている人のうちじゃないですね。ですから答えは4番ですね。65歳以上の高齢者がいる家庭の半分以上は子や孫と住んでいない。まあ、えー、一人暮らしが25%、夫婦のみが30%ということですから、えー、55%ですから半分以上ですね、えー。次35番。ここで言う安心感とはどのようなものか。 えまた順番に1から。えー、専門家の栄養管理によって病気を予防できる。まあ、これ、安心感。全文に見てもらいたいんです。急に倒れても早く対応してもらえるという安心感ですから、ここで言う安心感というのは、えー、病気になった時のことですね。ですから、あ一番、 の栄養管理によって病気が予防できるではありませんね。で、ですから答えはこれ2番になりますね。で、えー、一応3番もよ自分の話をよく聞いてくれる人がいる。まあ、よく聞いてくれるからといって安心感にはつながりませんね。 4番。調子が悪くなったらすぐに医者が来てくれる。まあそういうサービスではないですね。36番。この文章で書かれていることで合っているものはどれか。えー、まず1番ですね。配食サービスは高齢者向けに日んで最初に始まったサービスである。最初とは言ってませんね。4× 番ですね。えー、2番。栄養面を考えて様々な年代の人が配食サービスを利用するようになった。えー、高齢者だけでなく、えー、若い人も利用するようになったと言ってますから、2番ですね、答えは。 で3番も配食の内容や会社は専門家は利用者一人一人に合わせて決めてくれる。一人一人に合わせて決めるとは書いてませんね。ですから3番も罰ですね。4番も、えー、配食サービスの利用が広がったかと言病気になる高齢者が減った。そんなことも書いてません、ねそ。そして最後ですね。この文章は主に何について書かれているか。1、配食サービスの課題。課題については書いてませんね。問題のことですね。3番。 配色サービスの種類種類は1種類のことしか書いてませんね3番配色サービスの今後今後というのはこれからのことですかそれについても別に書いてませんねですが答えは4番ですね配色サービスの良さですねはいでは今日はここまでにしたいと思いますまた何かありましたらご連絡いただければなと思いますそれでは勉強頑張ってくださいさよなら See you バイバイ